皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今回は C2C ステッチを応用して春先などに使いやすいレースのような模様を編む編み方をご紹介します。暖かくなってきた時期にぴったりのスカーフなどを編むのにも適しています。こちらに編むのは試し編みをするために作った部分です。これを参考にしてさらに大きな作品を編むことができます。この青色の試し編みパターンは今回は6ミリの編み針を使って編みました。これからもう少し小さくて細かい編み目で編んでいきたいと思いますが、まずはこちらでどのように編んであるかお見せしたいと思います。長編み3つで1つのセットになっています。真ん中の部分にはこのように隙間を残して編まない部分を作っています。そしてその周りを編み目で固めてあるので、完成した編み目はレースや編みのようなパターンになります。それではこれから実際に編み方をお見せしたいと思います。この細めの糸を今度は5ミリの編み針で編みます。それではおなじみの鎖編み6個から編み始めましょう。1、2、3、4、5、6、一度編み針に糸をかけたら針から数えて4つ目の編み目に差し込んで一度長編みをします。もう一度次の編み目に差し込んで長編みをさらに1回、そして一番最初の鎖編みの編み目に差し込んで3個目の長編みをしたら1つのセットが完成です。それでは2段目を同じように鎖編み6回して始めます。いつも鎖編み6つから始まるようになります。これで3、4、5、6、一度ひっくり返して針から数えて4つ目の編み目に差し込んでまた長編みをします。次の2つ目の長編みは針から数えて5つ目のところに差し込んで作ります。そして最初の鎖編みに差し込んで3つ目、これで編み目がもう1つ完成です。そして自然につなぐように1つ目の編み目の最初の鎖編みの隙間に差し込んで引き抜き編みをします。これで2つの編み目が上下でつながりました。糸を少し引っ張ってきます。次に立ち上がりとして3回鎖編みをします。次にこちらの隙間に差し込むようにして次の編み目を長編み3つで作ります。1つ目ができたのでこれで2つ目、そしてこれで3つ目です。これで2段目も作り終わりました。次が3段目ですが、この3段目は穴のように隙間を残しておく最初の段でもあります。さっきも言った通りこの段も鎖編み6つから始めます。1、2、3、4、5、6、ひっくり返して向きを変えます。それでは戻るように編んでいきます。針から数えて4つ目の鎖編みに差し込んで長編み1つ目、次の編み目から2つ目の長編み、そして最後の1つに差し込んで3つ目の長編みをします。次にこの頂点同士をまた引き抜き編みでつなげます。はじめにお見せした通り端になる編み目には穴を作らない、隙間を作らないで完全に編んで閉じていきます。段の始めはいつも鎖編み6つで始め、しっかり3つの長編みをして編み目を作ります。それでは次にまた6回鎖編みをします。4、5、6回です。それではこれを3つの長編みで作ったセットの代わりとなるようにします。こちらに鎖編みがここにもあるので、今度はこちらの隙間に差し込んでここも鎖編みでつなげます。これでカーブを描くような形でつなげることができました。次の段を編む時にもこの周りに編み目を作ります。それでは今度は反対側の外側にあたる編み目を作りましょう。鎖編みを3回したら長編みを3回して編み目を作りましょう。これでこちら側の編み目も完成です。真ん中にカーブを描いて端を渡すように編みました。周りは長編みで作った合計5つの編み目で囲われています。6つ目の編み目、真ん中だけ編まなかった状態です。編み目の数は段の数が何段目かという数と同じになります。つまり1段目は1つ、2段目は編み目2つ、そして3段目は真ん中は編みませんが数としては3つです。
では次に4段目を編み始めますが、その前にこの編み方の全体像を掴んでいきましょう。今回は奇数の段では編まない穴を作り、偶数の段では全ての編み目を編むという編み方です。奇数段の3つ目の段は真ん中に1つ隙間を作りました。次の偶数段の4段目では全部を編みます。交互に穴を開けていくことでバランスのいい編み上がりになります。それでは4段目は4つの編み目を作っていきましょう。鎖編みを6回したら全体をひっくり返して、今までと同じように長編み3つで1セットの編み目を4個作ります。それではここを引き抜き編みでつなぎます。そして2つ目の編み目に取り掛かりましょう。ここからが今までの段とは違うところです。前の段で隙間になっているところには編み目がなく、鎖編みでできたまっすぐ1本線の編み目だけがあります。ここはこのように直接つながります。これは鎖編みの編み目の周りに編むか中に差し込んで編むか、完全に好みの問題なのでやりやすい方を選んでください。今回は編み目の中に差し込みたいと思います。これでつながりました。これでこちら側の編み目は安定した状態になりました。では次にこの鎖編みの編み目の後半の部分から長編み3つの編み目を作ります。鎖編み3回、そして長編みです。このようにして鎖編み3つでできたこの1本線のカーブの前半はこちらの部分とつながったようになり、後半の部分は3つ目の長編みでできた編み目の土台として使っています。このようにして真ん中の隙間が完成しました。これでこの段はほぼ終わりです。最後の編み目を作ったらこの4段目も完成します。最後の長編み1つです。はい、それではこれで1つ目の穴がしっかり完成しました。この一番外側の編み目はすべて編んで形を作ります。今気づきましたが、ここで私は1つ長編みを忘れていますね。3つのはずですが2つしかしていません。本当はすべての編み目に対して長編みを3つしてください。それでは続けて5段目を編み始めたいと思います。5段目は奇数の段なので、ここには編み目の隙間を作ります。4、5、6、鎖編みを6回したら全体をひっくり返します。編み針から4つ目の編み目に差し込んで1つ目の長編み、2つ目の長編み、そして3つ目の長編みです。そうしたら次はここと引き抜き編みでつなげます。次にここでもう鎖編みで1本のカーブを作って隙間を作るということになります。4、5、6、上からここで引き抜き編みでつなぎます。ここが長編み3つの編み目を作っていたら頂点同士をつなげていたはずの場所です。1、2、3、4、5、6、そしてまた引き抜き編みでつなげます。そしてまた鎖編みを1、2、3、4、5、6、ここをまた引き抜き編みでつなぎます。このように5段目では外側の2つの編み目だけ作って、真ん中の3つは穴を開けるように鎖編み6個ずつでつなげています。これは好みで変化をつけることもできます。例えば真ん中は隙間ではなく編み目を作って穴の数を少なくしたりできます。また3段に1段穴のある段を作るということもできますね。今回は穴を作る段、作らない段を交互にしています。いろいろな編み方を試すのも楽しいですよ。それではこの段の締めくくりの一番外側の編み目を編んでいきましょう。それでは何度も糸が外れてしまっていますが、はい、これで編み目が完成しました。5段目の完成です。この1本の線になっているところは次の段で周りに編み目を作ることでしっかりとした穴のような編み目になります。
今の時点でこのように全体が編めました。青い方もお見せしたいと思います。こちらは6段目まで完成しているので、3つの隙間を作った部分も綺麗に編み目になっています。こうして並べてみると糸と針の太さでの違いがよくわかりますね。ピンクの方が5ミリ、青い方が6ミリです。どちらもとても綺麗な編み目ができました。春先に使えるようなものを作るのにぴったりの編み方だと思います。 C2C パターンについてもっと知りたいという方は、私のチャンネルの他のビデオもチェックしてみてください。それでは今回も DIY 自分で作ろうを視聴してくださりありがとうございました。楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。